こんにちは。今回はアフリカ中部に生息する巨大コブラ、森林コブラを紹介します。日本においてはメジャーと言えない毒蛇ですが、恐ろしい風貌と巨大なタイプでとてもインパクトのある毒蛇となります。フードコブラ属に所属し、属内で最大種となり、毒を吐かないフードコブラとなる。本種は生息地が広く、地域差により4種の亜種を含んでいたが、2018年頃からそれぞれ別種として扱われることが多くなりました。ちなみに上の動画はブラウン森林コブラになります。今後、ナイジェリア、カメルーン、中央アフリカなどアフリカ中部西部の国々に分布し、名前の通り森や森林環境を好み、森林、亜熱帯雨林、マングローブ林、緑化型サバンナなどに生息。地域によっては半水性と呼ばれるほど水辺を好む傾向があり、樹上でも見られるなどオールラウンドな活動を見せる。人の生活圏にはほとんど現れず、接触するとしたら果樹園など限定的である。最大で320センチと非常に大型で前述の通りフードコブラ属最大種となる。黒を基調とした体色で腹部はクリーム色、フードあたりに黒のバンド模様が特徴的。顔の鱗の黒い縁取りがアイラインのような見た目となり恐ろしさを演出する。地域によって亜種4種が折体色等に差があるものの大きな差はなく、亜種間の判断は専門家でも難しいとされる。神経質で攻撃的なことで知られ、人と遭遇すると逃げるより攻撃に転じることが多く、大きな体の割に動きは俊敏で攻撃範囲も広く非常に危険なコブラとなっている。幸い人の生息圏には現れないため交渉被害はかなり少なくアフリカのフードコブラでは最も交渉被害が少ないと言われている。本種はジャパンスネークセンターで展示されているが、見物客を威嚇したり、スタッフを攻撃しようとしたりと、その攻撃性を遺憾なく発揮している。こんな神経質なヘビであるがかなりの長寿であり、メルボルン動物園の飼育個体は35歳まで生きており、これは飼育された毒ヘビでは最長寿となる。食性は幅広く哺乳類、鳥類、両生類、魚類など、有毒な匂いを出すアフリカトガリネズミでさえ捕食したことが記録されている。卵生で白アリの巣や木の穴などに巣を作り11から26個の卵を産む。繁殖期はさらに神経質になるため非常に危険である。毒性についてお願いします。本種の LD50 は 0.325 と非常に強力で、フードコブラ属で4番目の強毒種となる。さらに体の大きさから人噛みでの毒量も非常に多く、59回の再毒実験での平均は 592mg 最大 1102mg にも達し、ちなみに 1102mg だと体重 60kg の成人50人分の致死量となる。あくまでも計算上ですが、噛まれると強力な神経毒により、眼瞼下垂、眠気、四肢麻痺、めまい、低血圧、腹痛、発熱等の全身症状が現れ、適切な治療を施さなければ呼吸不全などで死に至る。フードコブラ属らしく出血毒も持つが亜種等の発生率は毒フキコブラの仲間ほど高くないようだ。本種は毒の強さ、毒量、攻撃性などを鑑みるとブラックマンバに匹敵するほど恐ろしい毒蛇だと考えている。ただ生息域から交渉被害は相当少ないらしく臨床データも少なく、実際の交渉治療はほとんどなかった。ただ少ない交渉被害から死亡例はあり、ガーナでは子供が受傷からわずか20分で亡くなった記録がある。密漁時の致死率は相当高いと思われ、医療の貧弱なアフリカ諸国では本種の交渉は致命的になると予想される。前述のように本種はジャパンスネークセンターで見ることができるので、興味ある方は威嚇されてきたらいかがでしょうか？日本もおかしくね？森林コブラ紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。